こんにちは、学習塾ネスト福知山の小西優穂です。今回は中二国語の教科書字のないはがきという、随筆の作品ですね。こちらやっていこうと思います。字のないはがき、これ向田邦子さんという方が書いた随筆です。随筆って皆さん覚えてますかね。実は1年生の時、枕草子っていうのをちらっとやったかなと思います。1年生だったっけ、失礼、2年生ですね。2年生の、1学期の時に、実際にもう触れているものです。どういうものだったかというと、随筆、経験や見聞きしたことをもとに自分にとっての、考えなどを書いたもの。つまり小説とかと違って、フィクション、つまり、作り話とかではない、実際に見聞きしたものを使って、自分自身、作者の考えっていうのが反映されている、そういうものになっています。なのでここで書かれているこの字のないはがきの内容っていうのは、向田邦子さんが実際に、女学校に通っていた頃とか子どもの頃に、体験をしていたことなんですよね。なので、じゃあその当時一体どういうことがあったのかとか、どういう経験をしてきたのかっていうのが綴られているので、そこを読み取っていきましょう。今回動画、2段階になっています。まず、1回目ではこのあらすじをね、大まかに紹介していこうと思います。で、後半の動画では特にこのお父さんですね、お父さんがどういう立場の存在なのかとか、お父さんの、手紙の中だとどうなのか、実際はどうなのかとか、そこの対比であったり、後半出てきますその妹とのねやり取りとか、そこを見ながら、人物によりフォーカスをしていくと、そういう内容にしたいと思います。はい、では、あらすじ紹介やっていきましょう。この字のないはがきっていうタイトルなんですが、この字のないはがきっていうのは後半で出てきます。この後半っていうのは、実は今回の随筆っていうのが前半と後半に大きく分けて、分かれてるんですね、内容が。で、前半っていうのは何かというと、女学校にいた時の、お父さんからもらった手紙について書かれていると、そういう内容になっています。で、後半は、妹さんですね。妹さんが疎開をすると。疎開っていうのは、戦争が起きてた時に、あるグループでその場所をこう離れて、引っ越しするみたいな感じですね。そういうのがあった時にお父さんが、持たせたはがきについてのお話ということで、前半と後半に内容っていうのが分かれます。それぞれちょっと見ていきたいと思います。で、前半、さっきも言ったように女学校にいた時の父からの手紙。女学校っていうのは、第二次世界大戦がある前とかにですね、この女子教育っていうのを施すためにこう作られた学校っていうのがあったんです。今では、小学校、中学校、高校とかっていうのが、共学ね、男子も女子も両方いるっていうのが普通ですし、確かに男子しか入れない高校とか女子しか入れない女子校とか、そういうのもありますが、それに似てるのかな、女学校というのがあるんですよね。で、この女学校に入るにあたって向田邦子さんは、一人で、一人暮らしを、せざるを得なかったというわけです。女学校1年で初めて親元を離れたというふうにありますね。で、一人で暮らしていたんですが、そこに手紙が来るというのを3日に空けず手紙をよこしたとあります。要するに引っ越ししてからもう3日も経たないうちにもうすぐ手紙が来た。じゃあ誰からかっていうと、さっきも言ったようにお父さんです。で、このお父さんからの手紙っていうのが向田邦子さんにとってはすごい衝撃だったんですよね。じゃあ何が衝撃だったのか、まずこの文章の中見てみると、普段のお父さんの様子っていうのと、それから手紙の中でのお父さんの様子っていうのがそれぞれ書かれています。ちょっと上からいきますね。普段のお父さん、どういう人なのかというと、これ読めます、これボウ君なんですね。どういうことかというと、これ人々を苦しめる乱暴な王様とかっていう意味がまず基本です。
まあお父さんなので、特にその家でこう一人で乱暴に振る舞う、まあ、そういう人だというふうに向田さんは言っています。え、どういうこと、お父さんなのにそんな暴れるみたいな感じの人だったのっていうと、実際そうだったんですよね。教科書見てみるとこんなふうに書かれている。まず家ではおい邦子と呼び捨てにされるんですって。まあ呼び捨てだったらまだギリギリわかるけど、おいっていうふうに呼ばれるとね、皆さんだったらどう思いますか。お父さんお母さんにおい〇〇って自分の名前呼び捨てにされる。それからこれひどいです、バカ野郎っていうこの罵声、つまりまあ良くない汚い言葉でこう言い立てることの罵声とか、それからげんこつ、げんこつっていうのはグーパンチです。グーでまあ殴られるというのさえ日常のことだったんですって。すごい世界ですよね。家ではもう呼び捨てにされるのも当たり前だし、バカ野郎って言ってもう殴られるみたいなのも普通だった。で、じゃあそんだけすごいお父さんだったのかっていうと、まあふんどし一つで家中を歩き回っていた。要するに昔はまあパンツですね。昔で言うパンツっていうのがまあふんどしですから、ふんどしでまあ服とかも着ずに家の中ではまあそうやって歩き回り、しかも大酒を飲み、もうめちゃくちゃお酒飲む。そして癇癪を起こして母や子供たちに手を開ける。癇癪っていうのはちょっとしたことでこう感情を抑えきれず、そしてまあ激しく怒り立てると、まあ要するに何だとこの野郎ってバカ野郎っていうぐらいですから、なんか自分の気に食わないことがあったら、娘やお母さんが気に食わないことをしたら、それだけでこう怒る、こう机をバーンひっくり返すとか、まあ、それぐらいもう大暴れしていたわけですね。もうこれだけでも結構暴君だなっていうのが分かると思います。家では ものすごいお父さんだった。なんだけど、だからこそこの向田邦子さんは手紙を読んだ時にびっくりしたんですよね。手紙の中のお父さんっていうのは普段見ていた父ともう大違い、全然違う性格だったんです。じゃあ手紙の中のお父さんはどういう人だったかというと、威厳と愛情にあふれた非の打ち所のない父親というふうに書かれています。威厳っていうのは、まあ、堂々としていて、まあ、どっしり構えているっていう、まあ、そういうことですね。そして愛情もある。で、非の打ち所がないっていうのは少しの欠点もない、もう文句のつけようがないっていうことです。あれ、いや普段のお父さんはもう文句しかないですね。娘である邦子さんから見たら、もうバカ野郎って怒鳴られるし、げんこつで殴られるしっていうぐらい文句がいっぱいあるはずなんですけど、手紙の中のお父さんは非の打ち所がないそうです。いやなんでってなるよね。で、じゃあどういうことかというと、手紙見てみましょう。まず筆豆で一点一画もおろそかにしないというふうに書いてある。筆豆っていうのは、まあ、面倒くさがらずにこう手紙とか、まあ、そういう文章とかをこまめに書く人のことを指します。要するに、さっき最初に言いましたが、邦子さんが引っ越ししてから3日経たないうちに手紙が来たんですよね。しかもこれ1回だけじゃないです。もう頻繁に手紙のやり取りがされていたと後で書かれています。だからそれぐらい手紙とかそういう文章を書くっていう時はきっちりしてる。それから字もとても綺麗で一点一画もうそれも綺麗にきっちり書くような、そういう人だっていう風になってるんですね。それから家ではおい邦子と呼び捨てしていたんだけども、手紙の中では向田邦子殿、殿っていう風につける。まあこの殿っていうのは何々様とかと同じような意味合いなんですが、まあ文章の始まりはこうで、それから呼び捨てじゃなくさらにあなたという風なすごい丁寧な口調で邦子さんのことを呼んでいるわけです。さらには、折り目正しい時候の挨拶、
折り目正しいというのは礼儀が正しいという意味で、時候の挨拶っていうのは、まあ手紙の一番最初に、書かれるもう決まり文句みたいなものです。まあ、最初に書く季節を表す言葉、何々の候とか、皆さんが知ってそうなので言うと、こう初秋お見舞い申し上げますとか、暑い中どうですか、おかわりありませんかみたいな感じの、もう季節に合わせた挨拶っていうのが手紙では決まっているんですよね。気になる人は時候の挨拶で検索して調べてみてください。いろんなものが出てくると思います。で、お父さん筆まめな人なので、そういうのもきっちり押さえるんですよね。で、それも書きつつ、最後には、豆に地引きを引くようにという訓戒まで添えられている。訓戒っていうのは、まあ、教えですよね。まあ、厳しく、まあ、厳しいっていうか、まあ、戒めるということ。要するに、あなたは、まあ、まだちょっと女学校入って間もないんだから、こう意味がわからない言葉があったら地引きを引く、つまり辞書を引いてちゃんと調べなさいよというふうに、まあ、これちょっとお父さんらしいですよね。ちゃんとこうしなさい、わしなさいっていうふうに地引きを引きなさい、教えてくれてるわけです。という感じで、手紙の中のお父さんっていうのは普段のこの暴君のお父さんと比べると全然違うんですよね。で、ちょっと最初言い忘れたんですが、この暴君なお父さんっていうのは、実はこの時代、まあ昭和とかそれぐらいの時期ですね、戦争中とか戦後すぐとかぐらいのこの時代っていうのは結構よくあったそうです。はい、まあみんながみんなとは言いません。今だったらやっぱりそれぐらいのことをしてしまうと、あの児童虐待とか、まあ、なんかパワハラとかそういうのでね、あの怒られ警察に連れてかれとかあるかもしれませんが、大昔っていうのはお父さんっていうのはこんなもんだよというふうな当たり前の父親像だったわけです。だから、向田邦子さん自身もそれをもう日常のことというふうに捉えていた。でもだからその分だけ手紙の中の父とのギャップに驚いたわけですね。で、驚いた邦子さんは、このお父さんの違いっていうのをこう分析しています。まあ暴君だったんだけど、その反面お父さんテレショーだった。ちょっと恥ずかしがり屋な一面もある。だからこのそうだった父親が日頃恥ずかしくて演じられない父親っていうのを手紙の中でやってみたのではないかというふうに書いています。要するに普段の父親はやっぱりこっち暴君なんですね。でもお父さんテレショーなんです。本当はこういうお父さん、下にあるような火の打ち所のない父親でいたかったんじゃないのかな。だから普段はちょっとこんな態度をとっているので、いきなり邦子殿、あなたにはこの地引きをあげるよみたいなことを言われると、逆にちょっと気持ち悪がられるかもしれないと、わかりませんけど、っていうことで、これはなかなかできないんですよね、普段の生活では。だから恥ずかしくて演じられないんです。そういう理想の父親像っていうのを手紙の中だったら演じられる。手紙で今離れているところにいる邦子さんに対してだったらできる。だからこそ手紙の中でこんなきっちりした日の打ちどころのない父親が出てきたのではないか、まあ、そういうふうに考えているわけですね。はい、まあ、これ実際どうだったのか、お父さんがどう思っていたのかっていうのは、まあ、分かりません。これはもう邦子さんの視点で書かれているので、邦子さんの考えっていうのがここに載っています。ただこの前半の中で邦子さんは、この父親像っていうのを、まあ、この2つの中で対比的に描いているわけです。ここでは人柄や心情、これ特にお父さんですね、お父さんの人柄や心情っていうのを直接的に表現をしています。まあ早い話、もうテレショーとか暴君とか火の打ち所のないっていう風に、もうこういう人だっていうのをその言葉通りに描いているわけですね。まあ小説作品とかだとあんまりこういうことはありません。まあ登場人物のセリフとか行動とかでなんとなく、あ、この子ってすごい真面目な子だったなとか、あ、
この子ってもしかしたら母親思いなのかもとか、そういうのをこうなんていうの、匂わせるみたいなのが小説ではありますが、ここではもう直接テレショーですとかボー君ですっていうふうに直接言ってしまってるわけですね。でこれはまあ前半の中でのお話です。久美子さんから見たお父さん像っていうのがこういうふうに描かれている。じゃあ後半、この話っていうのは後半にもエピソードが綴られています。そっちではどういうふうに表現がされているのでしょうか。じゃあ後半の話見ていきましょう。はい、後半はさっき最初ちょっと言いましたが、疎開する妹に父が持たせたハガキについてのお話っていうのが語られます。終戦の年の4月、小学校1年生の末の妹は甲府に学童疎開をすることになったというふうに始まっています。つまり終戦の年の4月、終戦っていうのはもう皆さん知ってると思いますが、日本で行われていた戦争、太平洋戦争とかですね、太平洋戦争です。この時日本っていうのは毎日のようにアメリカがこうなんていうの、 B-29 みたいなそういう爆弾を落としてくるような飛行機を飛ばして、で生活も困窮していて、戦時中のすごい厳しい暮らしをしていたわけですね。まあ1年生の頃に大人になれなかった弟たちにっていう作品、これ皆さんも見てるかと思います。その時にどういう状況だったかっていうのを思い出してみてください。私の動画の中にもこの大人になれなかった弟たちにの動画上げていますので、時代背景とかそこでも語っています。あるいは社会の、外科先生の動画とかも上がっていますので、よければそちらも、ね、セットで確認してみてください。で、疎開するわけですね。妹はまだちっちゃいんですけど、学校に通っていたみんなと一緒に学童疎開、要するにその同じ小学校に通っていた、子たち、小学校なのか、もうちょっとちっちゃいかもしれません。学校なり保育園幼稚園なりの子たちと一緒にどっか別のところにこう移動するわけですね。だからお父さんや私と離れ離れにならないといけなかった。最初はもうまだ字が書けないぐらいちっちゃいので、ちょっと疎開はっていう感じだったんですよ。でも東京大空襲っていうのがあり、もうこのまま一家全滅するよりはということで、心に決めた、家族でそういうふうに決めたと。で、妹の出発が決まるとみんなでこういろいろ準備をするわけですね。で、お父さんはあるものを準備します。宛名を書いたハガキの束、要するに自分宛てのハガキっていうのを何枚も何枚も書いて束にして妹に持たせたんです。これはポストにポンと入れたら自分宛てですから自分の家に届くようにしてるんですね。何のためにそんなことをしているかというと、裏側には何も書いていない、ここには妹に書かせようとしているわけです。これ元気な日には丸を書いて、で毎日1枚ずつポストに入れなさいというふうにお父さんは妹に伝えます。つまりこれ妹への安否確認、毎日こう元気かなっていうのを確かめるための、そういうアイテムなんですよね。はい、妹は字書けません。だから、さっきの前半みたいな感じで手紙のやり取りっていうのができないんですよね。私は元気だよって言ってくれたらいいんだけど、その様子っていうのは伝えられない。だからお父さん考えたんです。丸だったら書けるでしょう。ってことで、宛名だけ、何々様っていうところだけ自分で書いてしまって、あとは妹が今日一日元気だったかっていうのを丸で書くっていう、そこだけできるようにしておいて、あとはポストにポンって入れたら自動で届くから、いうふうに準備をしてあげたわけですね。はい、で、妹はそんな、アイテムなんかを持って、最初はもうルンルンで、疎開先に行きました。で、1週間ほどで初めての手はがきがつきます。で、最初は威勢のいい赤鉛筆の大丸、威勢っていうのは元気がいいみたいな意味です。赤鉛筆の大丸、元気だよっていうふうに
アピールするようなでっかい丸で書かれていた。でこの時は、地元の婦人会、大人のお姉さんたちが、赤飯やぼた餅とか、いろいろ振る舞って歓迎してくださったというふうに書かれていますね。だからいろいろご馳走を食べれて妹もご機嫌だったんです。ただ次の日からもう様子が変わります。1日目すんごい大きな丸だったんだけど、この丸が急激に小さく何があったか分かります？元気がなくなってるなっていう印象を受けますよね。丸は書いて出してくれてるんだけど、丸の大きさがこれもう急にしぼんでしまった。なんかちょっと元気なさそうだなってなる。さらにはどん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 その丸っていうのは情けない黒鉛筆の小丸に変わってしまう。丸もちっちゃいし、赤で丸さえも書かなくなってしまった黒鉛筆。そして最終的にはついに×に変わったというふうに書かれている。もうわかるよね。元気ないですっていうサインです。妹は、疎開先で私も今ちょっともう元気がないよっていうのをもうアピールしてるんですよね。さらには×の手紙、×のハガキさえも来なくなる。つまりあんだけいっぱいハガキ持たせたんだけど、そのハガキすら送られてこなくなったんです。心配ですよね。家族なんかあったんじゃないかとか、病気になったんじゃないかとか。だって手紙が届かないってことはもうそれぐらい元気をなくして、実際後でお母さんとか、妹なんかがこう見に行って様子を見に行くわけですが、妹は百日咳といって、ちょっと風邪の症状から始まってもう咳が止まらない、もうギャロギャロって言って息がもう切れるようなそんな咳をする、そんなにかかってしまっているというのが発覚します。だからはがきを出す元気もなかったんですよね。ポストまでも行くっていう元気、それさえもなかったってことで、この経過っていうのがはがきによって分かっていったわけです。でもうこれはちょっとやばいなということで、その当時が疎開先で寝かしてもらってはいたんですが、ようやく妹が帰ってくるというふうになりました。で妹が帰ってくる日、私邦子さんと、それから弟もいるんですね。私と弟は家庭菜園で育てているかぼちゃを全部収穫したんです。何のために？妹に食べてもらう、妹に喜んでもらうためにです。でこの家庭菜園のかぼちゃはお父さんがとっても大事に育てているかぼちゃです。お父さん最初確認しましたよね。暴君です。このかぼちゃ手出したらお前何勝手に取っとんじゃんみたいな感じで普段だったら怒られるんですよ。でもこの日お父さんは小さいのに手をつけると叱る父はこの日は何も言わなかった、怒んなかったんです。なんででしょう。で妹が帰ってきたその瞬間ですね、弟が帰ってきたよというふうに言うんです。そしたら茶の間に座っていた父は裸足のまま、裸足でもう外に出て、表へ出て、そして痩せた妹の肩を抱き声を上げて泣いたんですって。そりゃ心配、一番心配してるのはやっぱお父さんだったわけですよね。だからもう今すぐもう妹を会いたい、妹の顔見たい、そしてごめんねごめんねっていう思いも込めて声を上げて泣いたんです。そして妹のためならばということでこのかぼちゃ取るのも黙っていた、許してあげていたわけですね。はい、この一連の流れというのを見て私、邦子さんは思うわけです。やっぱりお父さん普段こうあんなにもう暴君な感じだけども、この子供への深い愛情っていうのに満ちているんだ、私もそうだしこの妹に対してもうこんだけ深い愛情を注いでくれてるっていうのは分かると思います。この父の姿っていうのがすごくすごく印象に残っているんですよね。でその様子っていうのは邦子さんの中で今でも心に刻まれているエピソードなんだそうです。今でもっていうのは分かりますね。
この、妹のエピソード後半で書かれた一連のエピソードというのは戦争が起きていた日、まあ、終戦の年とありますから、だいぶ昔です。1945年ぐらいで、最後あれから31年というふうに書いているので、前半の今この手紙をじゃあ、今現在の向田邦子さんに話が戻ってくるわけです。このエピソードっていうのは結構昔で、それが時間が経って31年ぐらい経った今それを思い返している、まあ、思い出しているというような状態ですね。はい。で、まあそれぐらいやっぱり深い心に残っているからこそ、こういうふうにいつでも思い出す、そしてお父さんってこうだったなっていうのを、まあ、考えるというわけです。で、父は亡くなり妹も当時の父に近い年になったというふうに書かれていますから、結構年月が経っているっていうのも分かると思います。はい。で、ここまでで、お父さんっていうのにすごく注目をしていたっていうのは分かると思います。前半のところではお父さんは暴君だよとか、火の打ち所がない手紙の中ではねとか、ね、定書でもあったよとか、直接的にいろんなことを、表現していたわけですが、後半のエピソードでは、まあ、実際にあった事件、まあ、エピソードっていうのを通じて間接的に描写をすることで表現をしています。これはまあどちらかというと小説チックな感じですね、まあ、でも実際にあった出来事です。で、それはどうやって描いているのかというと、人物の言動だったり様子、まあ、こういうものからお父さんの人物像というのを描いています。まあ、お父さんだけじゃなくて、まあ、妹とか、まあ、私とか弟、お母さん、まあ、いろんな人が出ていましたが、その人たちがどういうことを言っていたか、どういう行動を起こしていたか、例えばはがきを持たせるっていうのもそうだし、声を上げて泣いたっていうのもそうですね。その様子からお父さんこんな人だなっていうのが皆さんの中でもなんとなく分かったと思います。子供思いですごい愛情深い存在だ、それを直接は言ってないですよね。ここでは間接的にこういう表現によって、まあ、描写するということでお父さんの人物像を描いている。前半とはちょっと違った手法でお父さんこういう人だったなっていうのを描いているというふうになっています。はい。ということで、今回は前半後半に書かれているエピソードのあらすじの紹介ですね。それから、まあ、お父さんというのがどういう存在なのか、まあ、邦子さんがどう思っているのかとか、そういうところについては確認できたんじゃないかなと思います。では、次の動画では、ここで書かれている内容というのをもうちょっと細かく深掘りをしていきたいと思いますので、そちらもぜひご覧ください。では今回の動画は以上で終わります。ありがとうございました。